パワフルプロ野球というわけで、マイライフ続きをやっていきます。皆さんこんにちは、ミカミックスです。前回ですね、まあ1軍に上がったところで終わりまして、本日は4月の13日、まあ本日はって言ってもゲーム上の話なんですけど、楽天戦があって、まあ代打で起用されるかなっていうところですね。でも代打で起用されて結果を残さなきゃいけないっていうところはね、またちょっと辛いところではあるんですけれども、まあ昼の楽天戦やっていきましょう。やっぱ1軍は試合全部あるから多いね。まあ通常の試合プレイで、で、まあ、ちょっと1軍最初の試合なんで、まあ、選手の能力を見ていきたいんだけど、これどうなってんだ、ここじゃ見れないかな。一回試合開始するか。楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天モバイルパークってとこなんだ。千葉ロッテマリーンズ2回戦の模様をお送りいたします。イーグルスの先発は右の庄司、対するマリーンズの先発は左の小島、この両投手の投げ合いです。わからん、さあ間もなく自分のチームの選手すらわからん。さあこれでちょっと待って、スコアかで、どこから見ていく、野手データから見ていこう。まずロッテ先発のこれは小島って言ってたよね、さっき。球速は150、コントロール C のスタミナ B、スラーブスプリットサークチェンジ。先発結構いいね、コントロール C やし、スタミナも75で、怪我しにくさ、球持ち内角攻め、まあ、寸前はあるけど全然いい選手じゃん、強いと思うよ。27歳、小島だね。でベンチ、まあ、中継ぎが入ってるからあんまり先発陣はいないかな、ちょっと分かんないけど。そうだよね、スタミナとかだいぶみんな少ないもんね。では澤田選手、球速155、やっぱ早いな、150は普通に超えてるからな。でコントロール、スタミナは、まあ、ちょっと低め、サークルチェンジ、フォーク、カット、伸びがあるね、155あるからか。で奪三振、澤田選手29歳です。で坂本153キロ、いいの、カット、スラブ、フォーク、対左、奪三振、球速安定、調子極端か。29歳になります。で横山156、いやマジでみんな球速速いぞ。高速進化スライダー、球速安定、ナチュラルシュートって何、これ見れる、あちょっと分かんねえな見方が。ナチュラルシュートのでも赤くはないよね、シュート回転みたいな感じではない、むしろプラスに働いてるんだ。で鈴木投手、153キロ、150超えてね、コントロール D、 スタミナ D、スラーブ V スラ、シンキングツーシーム、脱三、クロスファイヤー、内角攻め、貝またぎ回る。脱三持ってるやつ多いな。で西村投手152、普通に150超えてるわ。コントロール E、 スタミナ D、 スタミナちょいあるね。でキレ逃げ玉、脱三振、こいつも脱三振だな。スプリット、V スラ、カットボール、と速い系で攻めてるね。で沢村、ちょ待って待って待って、ここら辺あの年齢見てなかったね。30歳、大体30歳くらいか、156キロ、でスプリットスライダー、脱三、カチュン、球速安定、一発四球抜け玉、あ結構調子極端、なんかムラがある感じだよね、その青徳と赤徳見ると。で沢村はもう36歳か。で増田、154キロ D の E、 高速進化スラブ、カットボール、脱三、みんな脱三振持ってるな、怪我しに来た、回復 B 持ってる、打球反応、球持ち、フライボールピッチャーって何、一発抜け玉、種市投手、スタミナ B あるな、この人はもともと先発なのかな、154、コントロール D、 でフォーク6ある、すごい、ナックルカーブ、スライダー、キレ、脱三、要所、てかみんな人そもそも全員150超えてるよね。小島選手の150が一番球速少ないじゃん。で全員150超えて、で脱三振をほぼみんな持ってるっていう、まあ優秀だと思うけどね、思うけどねとか、なんか超上から目線だけど。では楽天、庄司投手154キロ、150超えてるな、脱三持ってるわすごいな。コントロール、スタミナは D、 でももうほぼ C だね、59だから。スプリット、ドロップボール、ドロップカーブ、でカットボール、脱三、リリース、四球、対ランナーが赤いです。藤井投手148キロ、コントロール E、 スタミナ D、
スラーブサークルチェンジシンキングツーシーム、対左の逃げ玉玉持ち渡辺翔154、コントロール E のスタミナ E 高速進化パーム高速スライダー早いね逃げ玉リリースカチューン貫球支給で藤平投手が155キロコントロール E、スタミナ D スプリット V スラカーブタッチ三振荒れ玉支給スロースタッタランチョーターリー投手が158外国人だから早いね160近く出るわコントロール E スタミナ E、スラーブナックルカーブスクリュー脱三貫球球速満点ってみんな脱三振持ってんな鈴木翔155コントロールはちょっと悪い、スタミナが E スラーブフォークシンキングツーシーム対左伸びキレ脱三決定リリースアルダマで一発と支球が赤でありますと特殊能力はこちらか防御率 9.82 だ悲しいな打たれて下がったのかなで、酒井投手152キロ、コントロール E スタミナ E フォークカーブス高速スライダーで逃げ球支球回復 B 読めませんそうイエモみたいな絶対読み方違うけど、球速151キロコントロールが C、スタミナは E チェンジアップとスライダーでストレート系にツーシームファストっていうの持ってるねで打たれ強さと回復キレ緩急フライボールピッチャーよくわからんあ則本投手いるんだ一応先発も1人は入ってるんだね先発がちょっと例えば1回とかでガチの1回とかでノックダウンしたらまあ別の先発出すのかな中継ぎ出すっていうよりはもう別の先発出して乗り切ってもらうっていう感じかなわかんないけど球速157コントロール B スタミナ B 強いねでスプリットナックルカーブスライダーでキレ逃げ球球持ち力配分で四球スロースターター抜け球は結構赤いのついてるけど全体的な能力は高い33歳ですという感じピッチャー陣でしたでは野手データちょっと長くなって申し訳ないけどでこれ読み方は荻野でいいんだよね荻野選手は、ミート C 足速いね走力が A 肩もいいぞ C ある特殊能力も結構モリモリじゃん走塁送球固め粘りバントタワーヒッター系ではないねバッティングがうまいんだなで藤岡肩すげえ A あるミートも C あるで送球 B 固めバント意外性カット打ち選球眼持ってる能力高パワーがちょっとないけど藤岡選手はショートと二塁と三塁守れるめちゃくちゃすごいぞ岡足が速い肩もいい守備もいいぞ内野安打初球さよなら意外性対ストレート併殺持ってんだちょっとバッティングはちょっと良くないけど、まあ、足速いしだ守備も全然いいよね外野できるし一応ファーストとかにも入ったりするんだでポランコこれ外国人だから完全にパワー要因だねミートパワーが 78A 近いねでプルヒッター固めマルチダウン、まあ、対左弱いくて、まあ、送球計画しにくさとかはもうちょっと外国人特有かなみたいなのはちょっとあるで山口パワー79ほぼ A だ79で止めてる理由なんかあるんだろうねいやー A なんだけどやっぱり A にするっていうなんかその決定的なものがないからなんかちょっと79の B で止まってるみたいな、まあ、でも肩も C あるからねチャンスに強いしマルチ台満塁男固め打ちとかもやってるし三振もちょっとあるねこれ角中だよねそうだよねミートが C パワーはまあ C に近いけど結構全部 C に近いけどやっぱ D になってんな58、57、59って何か1本足んないんだろうな走塁 A だでもうまいんだすごい速いってわけではないけどでも走塁 A ついてるねでプルヒッターさよなら代打インコースヒッターカットジャッキ打ちちょっと守備面不安があるね。E だから。で、安田。おっ。ちょっと足が遅いけど、全体的に能力が高いね。ミート D、パワー C。C も B に近いし。で、肩、守備も CC。呼吸も C。さよなら、大変化球。送球もいいね。選球眼も持ってるし。ちょっと左に弱い感じが。で、星和佐藤。肩強っ。なんかレーザービーム持ってってか、外野とかも守んの足も速いね。で、パワーもさ、もうほぼ C じゃん。これなんか、微妙に C に届かないってなんか悲しいね。守備力も C にちょっとだけ届かない。呼吸が少し悪いけど。まあまあまあ、でも肩 A、でも守備力 C に近い D だけど、どうだろうな、させるのかな。肩の強さはあるけど、モーションがちょっと遅いのかな。ちょっとわかんないです。で、中村、セカンド。
パワー強いね。これで、でも9番バッターなんだ。まあ、ミートがちょっと良くないからか。で足、肩強い。で呼吸もいいね。怪我しにくさ。A、固め、粘り、バント。ホーム突入、アウトコース、カット打ち。併殺選球眼。っていう感じです。じゃあちょっと、濁点も見ていこう。これ、これ何コブカだって言った。コブカだ。特殊能力結構ある。足速い。盗塁、走塁がある。で、内野安打もあるし、満塁男。エラーがある。ちょっと悲しいね。で、阿部。パワーがある。で、肩もまあ強い。呼吸もいいね。送球もある。流し固め、満塁男。三振と併殺があります。これなんちゅうの？オゴー。足速い。パワーもある。で、肩、守備。これも悪くないね。やっぱ全体的にバランスがいいね。1個強いのがあって、ただ他にパワーもあるし、肩もいいし、まあ、守備もあるしっていう。外野としてはかなり申し分ない選手だと思います。能力だけでしか見てないからね。あくまで能力だけで今語ってるから。しかも浅いからね、俺。で、浅村。すごい、いっぱい持ってる。怪我しにくさ、回復走塁、広角打法持ってる。パワーも強いしね。守備職人も持ってんじゃん。すげえ。打てて守れる。ちょっと守備は難はあるけど、肩は強い。あ、サードか。まあ、サードだから、まあ、肩強くて少し守備弱くても、まあまあまあ、なんか適正ポジションっていう感じですね。4番か。で、これは締まないでいいのかな、普通に。パワーあって、走力あって、まあ、ちょっと守備方は弱めだけれども、まあ、足とパワーがある感じの選手で、外野か。ライトとかにいるのかな、ライトじゃねえや。レフトとかにいるのかな。適当だけど。で、フランコはまあ、助っ人外国人だろうから、まあ、パワーがあるよねって言って、プルフィッターと初球を持ってますと。で、サードか。どうなってんだ ?DH か。守備的には。これは辰巳、あ、そのまま辰巳選手だね。強い。走力 A、肩 A。パワーも C あるし。で、守備も普通に B ある。強い。ミートがちょっとあれだけど、全体的に強い。レーザービーム持ってるしね。調子極端か。ただ、これ7番か。石原捕手、対左 B で肩が B やってね、もうほぼほぼ A だけど、で守備もなんか微妙にカットされて、C に届かないっていう。パワーでも C あるから、ね、ミートがちょっとだいぶ低いけど、まあ、でも打てれば結構飛んでいくのかな。でショート、まあ、ショートだからまあバランスいい感じで、パワーがちょっと、ね、打撃系っていうよりは本当に守備系な感じですね。走力 C、 肩 C の守備 B で、補給も C あるという感じです。ではここで楽天戦、ちょっとようやくなんか10分以上能力見てた気がするけど、そもそも出番来たか。6回代打、なんで代打、こいつ1軍でもこんなことやってんのか。プロ入り永遠にこいつで1軍に上がれなそうだな、こんなことやってる段階で。庄司第9かまったストライク。まあ、ミートはもちろん開いてやってきます。初球ストライクから第2球投げました。打ちました。落ちろ。センター、どうだ、センターホームガースライディングキャッチ、ファインプレー。いやー、物言できなかったな。でもさすが1軍の守備だな。2軍戦だったらもう絶対落ちてたよね、ポテンテ。ちょっとチャンス、まあ、チャンスでもなかったけどね。第2打席、まあ、普通にそのまんまピッチャーとかの代打ではなかったんだ。スラーブ、これは打てないよ。第2球もうスラーブか。ちょっと一気に追い込まれたな。投球は3球目投げた。やめだ、もうスラーブ3球入れてきたか。打てません、1軍は。ボールを掴みました。え、これもう無理だよ、待ってこないね。いやー、打てなかった。サヨナラ負け。しかもサヨナラ負けしてるし、ヒーローは島内。本当に今日は大活躍でした。さよなら2点タイム。ご覧いただきました一戦は2対1マリーンズ1点差で敗れました。ってことはもう本当の最後の最後に点取られたんだな、9回で。じゃあスコア見てなかったけど。赤敗、赤敗ってか、うわ最後2点取られてるわ、増田。なんかイメージ通りっちゃイメージ通りだな。なんか最後2点取られて終わりみたいな。
増田投手そんなイメージだからね、俺の中では。悲しいけど、いやもういまいち、すいません、さよなら負け。ちょっと良くないな、ファンが減ったよ。ファンなんてもともといたかって感じだけどね。初打席を記録しました。打席に入っただけだけどね。でも一応増えたんだ、トータルして増えてる。ちょ、ここはもう一回休んで疲れを取って試合に備える。どんくらいダメだったらもう落とされんだろう。いきます。なりきりとかで、あ、そうか、なりきりだとでも守備もあるのか。守備だとちょっと時間かかるけど、どうなんだろう。一軍はなりきりでもいいかもしれないね。まあ今更だけど、守備しょぼいからね。楽天モバイルパーク、守備しょぼいからなりきりやって、いや守備しょぼいって言って守備を上げていく、このモチベーションになるかどうかは分かんないけど。あ、そういえばあれ一緒かな、うちの、あと高部とかいなかったよね。2回くらいだな、回ってきてこれ。お前そんな態度取れねえだろ、こんなさ上がってきて。岸ちょっと見てない、これは見たいマジで。ちょっと投手データだけ見る。コントロール B、 スタミナ C、 チェンジアップ、スライダーカーブ、緩急、フライボールピッチャーってマジなんなの。チェンジアップか、ちょっとな、厄介だな。第9、まず1本欲しいよな。うん、チェンジアップだね。ストライクに入れられてたらもう絶対打てなかった。どうだ、どうだ、落ちろ、よし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 、とりあえず初ヒット。いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。リプレイをしてくれるのか、初ヒットだから。ありがとうございます。さあ、おーおーおお、俺もう出番ねえわしかもまたさよなら、ちょっとどういうこと、ロッテ大丈夫か。あと一歩、これもう楽天ノリノリだろう。さて、フランコ、さよならタイミング。いや、あと一歩がいけないわ。赤敗って、これ赤敗ってなんかちょっと沢田打たれたか。延長11回、ちょっと細かい成績は見ないっす。まあ1打数1安打、まあまあまあいいでしょう。うん、危ねえ、これ2回回ってこなかったから打ててよかったわ、まあ、チーム、うわ、さよなら3連敗か。代打丸、ファンは増えた。代打は別に丸ついてもな。初安打おめでとう、ありがとうございます。初安打を記録しました。わざわざこう取り上げてくれるのマジで嬉しすぎなんだけど。じゃあ移動しましょうか、次西武戦か。ちょっと最初の方はあのなかなか進まなくて申し訳ないけど、まあちょっと西武戦も最初は皆さんの能力を見ていきたいです。もし絶好調なら、とりあえず絶好調か、今のうちにガンガン稼いでおきたいな。夜が西武戦、パワーをとりあえず目標 C に上げよう。で試合最下位の席、今うちない。ちょっと試合の場面に行きます。お待たせいたしました、ゾゾマリンスタジアムです。まあまあまあ、ホームはゾゾマリンスタジアムだよね。3回戦の模様をお送りいたします。あ、待って待って、タイムでスコア、ではまあちょっと相手投手から、お、佐々木朗希が出てる。いや今日勝ちたいよマジで。165とむちゃくちゃ強えな改めて見ると。いや抜け玉以外もう悪いとこがないな。もう1勝してるね、さすがに。で防御率 2.3 か、これ打てんのはさすがプロだよな。ダイクストラとか全然分かんない人たちが入ってる。155、いやみんな150超えてるよ。球速、坂本152、スプリット、カブ、カット、牽制、まあまあまあいいよな。佐藤、これはなんていうの、佐藤俊介、155キロ、逃げ球、球持ち、球速、安定、平らな要所、あれ球。これは甲斐の160出るんだ。
ツーシームファスト、速球派だね。でもキレ持ってるな。だフォークがめっちゃ落ちるからそういう系か。アブレイユ161、ツーシームファスト、高速スライダー、キレ、奪三、買いまたぎ、嫌い。150出るね。やっぱりリリース、緊急登板、ナチュラルシュート持ってる。宮沢か宮沢かちょっと分かんないけど宮沢だね。155キロ、コントロールがちょっと悪い。奪三振、基本なんか三つ奪三振持ってるんだけど、糸川靴だけもない。で高速シンカーとシンカーチェンジアップ、うん、まあ、これからの選手なのかな。青山153キロ、コントロールがちょっと悪い。キレと開幕に高速シンカースプリットスローカー、隅田伸びがいくか、ちょっとボーダーマっぽい感じなのかな。でもキレはあるね、奪三もあるし、スタミナあるね。あ、一番下が結構なんかあれだな、スタミナ高い選手がいるけど、ちょっと今回ロッテはそうでもない。佐々木朗希全てを託してるのかな、まあ、寸前罰とかちょっと悲しいの持ってるけど。じゃあ松本投手が頑張っていきましょう。ほら頑張れ頑張れ、めっちゃ今日はちょっと点の取り合いだな。マリーンズ第1球投げた、見送ってストライク、153キロ。第2球、ああ危ない球、もうど真ん中のストレート超狙い目だったのに失投されちゃったよ。投げた、打ったんやったり、抜けろ、よし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 、ちょっと守備が良かったら取られてたよね。2アウトから同点のランナーが出ました。リプレイをご覧ください。うまく抜けたけど、今はもうチームが勝つっていうよりはさ、あーまた延長に入ってる。おーおー、勝った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 、もう接戦すぎだろ。いや今日はなんとか勝ったよ。なんか覚醒器持ってる。さあ本日のヒーローはパーフェクトリリー、さよなら、押し出しとかマジか。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように6対5、マリーンさよなら押し出しでヒーローになるんだ。勝利投手はコルデロ、これはどういうインタビュー受けんの。今日は素晴らしい戦いでした。いやよく見ましたねみたいな、いやよく見ましたよみたいな。実況担当は堂前秀夫でゾゾマリ。まあまあまあ、でもねもう厳しい試合が続いてるけど、今日はなんとか快勝、ゴルデロ1勝目、青山いっぱい。押し出してちょっとやっぱ悲しいよね最後。よし、オッケーオッケーオッケー、シングルヒット記念トロフィー、さよなら勝ち、連敗も止まった。対左ファンも増えた。飯に行かないか、荻野さんに誘われた、ぜひ行きましょう。今日はさよならで勝ったし、お超いい、かわいいおかみさん、大人のおかみですね、鏡明子さん。大人の女性めちゃくちゃいいわ、今のところ俺の嫁候補ナンバーワンだな。見た目だけだけど、好きなようにお楽しみいただいて構いません。連絡先ちょうだい。4月17日、で昼がフリーで、まあ、もう一回練習はしますか。次ちょっと寝よう。で今日もセーブ戦、あちょっと待って、もう試合あれしちゃったけど、なりきりが良かったかな。試合設定はもうあれかな、変更するっていうか VR とかVR ではさすがにやらないっす。クローズアップあり、投球間隔スキップあり、ちょっとまあまた ZOZO マリンスタジアム普通にやるか。次もどうせ忘れるんだろう、埼玉西武ライオンズ、あとか言って4回戦の模様。さあどこで出てくる、まあ、でも大体使ってはくれるからね。8番代打、しかも一塁に出てる、どういう起用方法なんだろうな。第9投げた、シンカー、高速シンカー、ちょっと待って見る。投手これは平、なんとなくいた気がするような。150強待って待って待って、マジ強いんだけど。150、コントロール悪いけどスタミナ B あるしさ。高速シンカー4、スラブ3、カット2、タイピン伸び、クイック、クイックもあんのかよ。
キレ逃げ玉脱散リリース。マッスラって何超謎の、これ見れないのかな、あの能力、投資能力からの、いや分からん、いけないな、分かんないです。これ能力詳細に行って、そこからさらに能力を、特殊能力がどんなのか見たいってなったら、まあ普通の時に見てくれって感じなのかな。出番設定って何ところで、イニングに注目、チームに注目、こう分からん、分からんけど、とりあえずは二刀開いていかないと。投球はこれから3球目。ああ待て、打ちました。佐藤ゲッツーは避けたい。まあまあまあしょうがない。マリーン勝ち越し。どうだったの結局その後。ああまた回ってきてる、チャンス、いや満塁じゃねえかよこれ、マジでガチで打ちたい。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せ、ここはターニングポイント。しかもツーアウト、投げた。おお、相手も緊張してるか。投げました。ちょっと待って、スプリット手出してたら終わってた。投球は3球目、投げました。これだ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、これうまくいけば2点いけるか。帰ってこれる、帰ってきてんな、いけ。おお、チャンスをものにした。これで2打数の1安打、ハリー見事チャンスをものにしました。これで流れ、これめちゃくちゃ評価高いだろう。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。よしよしよし、火ついたわ、めっちゃ火ついたわ10対3、大差で勝利しました。これは俺のおかげと言っても過言ではない。これヒーロー乗るんじゃないって言って、多分乗んないんだろうな。いやいいね、やめたな、ヒーローにはなれなかった。本当に今日は2人とも大活躍でした。いや俺も大活躍しただろう。お送りしてまいりました一戦は10対3、マリーンズ勝ちました。本日3打点か。でも中川選手は、対戦投手は佐藤、マリーンズ今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待したいと思います。いやいいね、やっぱ気分いいね、こうやって終わると。群馬秀夫で ZOZO マリンスタジアムよりお伝えしました。大将、これは東に妻、あずまっていうのかな。俺もホームラン打ちてえな、山口さんがホームラン打ってるけど。絶好調で D やればまあ持ってけるからね、全然。で弾道3あったからな、2打数1安打、7回の満塁しっかり打った。おお、2桁大将チャンス、決勝だ、獲得経験値、ファンも増えたな。初打点記録、ファン13人。という感じで、まあまあまあいい成績を残せてますね。まあ打率はまあ5割あるけどね普通に考えたらめちゃくちゃすごいけどねまあちょっとゲーム的にいくと、もうちょっとね、もうバンバン打ってもいいようなところはあるけど、まあでもまた多分普通だよね、その強さ的に。多分システムで見ればいいのかな、試合設定っていうか、なりきり設定とかもあるね。バッターは全打席、出塁ランナーはお任せ。あ、出塁ランナー、ランナーはちょっと盗塁チャンスのみとか、ちょっとランナーはちょっといいや。野手お任せでプレイ、まあ、これはいいか、お任せで一応そうしとこう。まあ、なりきりで次回はちょっとやっていこうと思うんで、試合設定演出とかではないな、まあいいか。マイライフ設定、あそうだよね、まだノーマルだもんね。というわけで、まあ、西武戦ちょっと最初なかなかね厳しい状態が続きましたけど、まあ、西武戦はいい感じで乗り切って、まあ、このままね、レギュラーに定着できればというところで、まあ、最初ちょっとね選手の能力見てなかなか進みが遅くて申し訳ないですけれども、選手の、ね、データを見るのも面白いんで、まあ、次回もやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。